どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのしずです。稲山です。今日は私が就活をしていた頃の再現をしていきたいと思います。いや本当朝めっちゃ寝相悪いんですね。あ、そう、寝起きめちゃくちゃ悪いので毎日目覚まし15回ぐらいかけて頑張って起きております。もうリアルを映していただきありがとうございます。いや本当にこんだけ体張って伸びなかったら辛いので本当に最後まで絶対に見てください。皆さんお願いします、はい、お願いします。ちなみにこれめっちゃ服着てないみたいに見えるんですけど、ちゃんと服着てるんで、そこのところはちょっとよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、でこうやってスマホを見ながら。いや寝起き悪いですね。そう、寝起きマジで悪いのよ私、朝起きれない。で、まあ、すっぴん公開なんですけれども、まあ、まず化粧をしますね、朝起きたら。で、直塗りしてるって思われたくないんですけど、まあ、再現なんで、まあ、仕方なくこうペッペッペッと顔に化粧をしております。就活メイクで何か意識してたことあるんですか？はい、就活メイクはですね、オンラインの面接とか皆さん多いと思うので、濃いめにした方が絶対にいいと思います。で、女子あるあるだと思うんですけど、気持ち派手めのメイクの方が面接で強くなれると思うので、ぜひ皆さんね、唇赤目で挑んでいただければと思います。で、普段本当はまあ髪巻いてなかったんですけど、ちょっとよく見せたいっていうので巻いてるシーンとか入れてみちゃったり、入れてみなかったりしてみちゃったりしてます。まあ YouTuber あるあるですね。はい、まあインターンやってたので会社に出社します。はい、がその前に一旦スタバで、自己分析とかをやります。スタバにマックで意識高い系ですね。いや本当に意識高いの塊みたいな映像になってしまってるんですけれどもまあ長期インターン週3でやってたんで、会社行く前にカフェで自己分析とかやってて、私もう本当に朝起きれないんで、絶対に外に出て光を浴びて、もう強制的に外に出る以外にこうやれない怠惰な性格なので、まあこんな感じでね。しずさんが自己分析で一番役立ったやつは何ですか？まあ、一番役立ったのはモチベーショングラフかな。結局、はい、モチベーショングラフで何か意識してたことがあります？モチベーショングラフで意識してたことは、より細かく、ざっくりっていうよりは、まあ、詳細、幼稚園とかのこととかも思い出しながらね、やってました。すいません、なんか余計なシーン入ってしまってすいません。ちょっとモザイクかけときますね。いや、やめてで、長期インターンに行きます。私は長期インターン大学3年生のちょうどこの時期に始めたんですけど、もうガクチカがもう全くなくて、全然サマーインターン通らなかったので、ちょっと汗汗と思ってガクチカを作りのために始めました。え、どんな長期インターンやってたんですか？私は法人営業のインターンやってたんで、まあ、商談とかを結構やってたんですけど、もう本当にコロナ真っ只中だったんで、全部オンラインで商談をして、で、商談したおかげでめちゃくちゃ面接もなんか緊張しなくなったんで、本当にやってよかったなと思っております。確かに営業のインターンはいいっすよね。うん、で、まあ昼はだいたい会社の人と外に食べに行くか、オフィスでコンビニ飯を食べるかって感じで、で、まあ就活何したらいいかわからなかったのでね、就活の本を読んだりとかしながらやってました。あ、本当だ、してる。うん、なんか、まあやってる気分になってるだけって説あるんだけど、はい、まあモチベだけ上げようみたいな感じでね、うん、本とか読んでおりましたね。で、私就活してた頃はちょうどコロナが流行り始めたタイミングで、大学も全然なかったんですよね。なんで、まあ、全部オンラインだったので、まあ、授業と就活とインターンを両立することができたかなと思ってます。うん、しずさん流のオンライン面接の工夫とかってあるんですか？まあ、オンライン面接の工夫はとにかく画面を明るくして、背景をきれいにして、で、口紅を赤くする。もう口紅塗るのと塗らないので、顔に色がね、大違いなんで、ぜひちょっと稲山くん口紅塗ってみて、はい、わかりました、はい、いただければと思います。で、まあ、ガクチカがマジでなかったんで、仕事した経験をもうリアルタイムでガクチカにして、で、ちょっとずつネタが増えたらアップデートするみたいな感じでやってました。お疲れ様でしたって家帰ります。で、だいたい6時ぐらいまで働いてたんですけど、インターンの面接がある日とかは早退してやってまして、この日はまあインターンの面接がある日だったので、まあ、会社を早く帰って、家に帰って。おお、スーツ着てる、はい、就活生っぽい。こんな感じでした。どうですか、稲山さん？いや、就活生っぽいなと思いました。っぽいですよね。はい、本日はよろしくお願いいたします。それでは自己 PR させていただきます。はい、こんな感じでね、面接やってました、インターンの6月は。明日パジャマ。はい、まあ基本的に下はパジャマでやらせていただいてました。ベッドの上でやってるんですね。そう、背景、そう、白いの大事じゃん、はい、で、白い壁があるのがベッドの上しかなかったから、ベッドの上座ってやっておりましたはい、はい、まあけどなんか受かりそうなオーラ出てますね。そう、受かりそうなオーラ出てるよね、はい、笑顔がすごい。いや本当に面接は受かりそうなオーラ出すことがすごい大事だと思うんで、自信がある感が結構ね大事だと思うので。
お急にラフ。はい。で、まあ、面接終わったらもうすぐ家に着替えて、でも一応まあ就活めちゃくちゃやってた時はあのインターン参加決まってるとこの事前課題があったりとか、まあ、自己 PR 考えたりとか自己分析やったりとか、その面接したところの自分でどうしたらよかったかみたいな振り返ったりとかっていうのをやってましたね。全然、うん、机の上とかでじゃなくてもうベッドの上でやってそう、まあ、基本私ベッドの上で暮らしてるんで家ではまあベッド以外、まあ、トイレと風呂しか行かないっていうそういう生活してます。うわ、もうズボラ。ズボラ。でも一応旬ダイアリー見てて、就活時代はめちゃくちゃ、もうやっぱり何もしてないと不安になるから、旬ダイアリー見てもうなんかいかにも今自分就活やってるっていう気分だけ出しておりました。いや、わかりますわそれ、うん、これが世に出るという。はい、本当ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。なんかあ、なんか嬉しそう。旬が詰められてて面白いと思ってるっていう圧迫面接の動画見てね。怖いよ圧迫面接で、あの飽きたら寝るっていうね、まあ、こんな感じの一日を過ごしてました。参考になるか分かんないですけど、皆さんもぜひ頑張っていただければと思います。はい、はい、ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。